も、お疲れ様です。ちょっと前に AI の話題を出したんですけどもね、AI でお金が稼げるのかどうかってやつですけども、まあ現実は AI でそのまま直球でお金を稼げるっていう話はあんまりないんですが、まあ今回はね、AI を活用してとっても面白い、えー、アプリがありましたんで紹介したいと思います。AI でロゴ作成ってやつですよね。ご覧いただいているように、舞姫大学のロゴが完成しました。 しかも、いくつかパターンがあるんで、こうやってね、気に入ったのを使っていただければと思うんですけども、動画概要欄に URL つけときますけども、ほら、どれもなかなかセンスがいいですよね。これデザイナーが考えるよりも、AI に任せた方がいいのができるんじゃないかな、みたいな。はい。で、このサイトですけども、ちょっとトップページに戻りますとね、こういう風な形になってるんですよ。ね、コーヒーショップのロゴとか、 化粧品のロゴとか、様々できると思いますけど。で、ビジネス名を例えば Google っていう風にやっちゃうと、Google のロゴができるんですけども、わずか数秒でこのロボットくんが作ってくれます。ほら。Google の新しいロゴです。ね。現行のロゴとは、一味違う。まあ、そんなデザインじゃないですか。 はい。まだね、これ、いろいろ使うと面白そうですよ。はい。それではね、ぜひ、ご活用ください。